前半3分にハンドで日本に PK を献上したコロンビア代表 MF カルロス・サンチェス、32、イコール S。パニョールイコールの公式ツイッターに、脅迫的な書き込みが相次いでいることが20日、分かった。中の画像なども投稿されていたが、運営者に削除されたと見られる。試合中からカルロス・サンチェスのツイッターには500件以上の書き込み、記事全文を読む。